菅野圧国王院。菅野圧国王院。菅の和の名の国王院。菅野圧国王院は、日本で出土した純金製の王院、金印である。読みは、陰門。菅野圧国王の解釈によるため、他の説もある、陰門と解釈を参照。1931年、昭和6年12月14日に、国法保存法に基づく、旧国法。1954年。 昭和29年3月20日に文化財保護法に基づく国法に指定されている。1931年昭和6年に同金印は当時の国法保存法に基づく国法文化財保護法の重要文化財に相当に指定され世に知られるようになった。金印の出土地及び発見の状態は詳細不明。福岡藩宿路だ岳に伝えられたものとして明示。 維新後に、黒田家が東京へ移った際に、東京国立博物館に帰宅された。その後、福岡市美術館の開設に際して1978年、昭和53年に、黒田茂子、黒田朝礼元公爵夫人から、福岡市に寄贈され、黒田資料の一つ、1979年、昭和54年から、福岡市美術館、1990年、平成2年から、 福岡市博物館で保管、展示されている。1914年、大正3年、九州帝国大学の中山平次郎が、現地倒査と福岡藩主黒だけの古記録及び、各種の資料から、その出土地点を、筑前国中郡市が島村島南部、現福岡県福岡市東区市が島と推定し、その推定地点には1923年、大正12年3月、 竹や水木線による簡易圧国王金印発行のところ記念碑が混流された。その後、1958年、昭和33年と1959年、昭和34年の2回にわたり、森定次郎、乙松重隆、渡辺清紀らによって東島全土の学術調査が行われ、金印出土地点は中山の推定地点よりも北方の 可能の浜が適しているとの見解が提出された。ただし、滋賀島には、金印以外の当時代を否定できる、出土品が一切なく、滋賀海神社に祀られる渡積三神は神ではなく、白木との交通要衝の神であり、直接のつなぎ地はまだ見出されていない。1973年、昭和48年及び1974年、 昭和49年にも福岡市教育委員会と九州大学による金印湿度推定地の発掘調査が行われ、現在は湿度地付近は金印公園として整備されている。江戸時代天明年間、天明4年2月23日、1784年4月12日とする説がある、水田の工作中に神兵衛という地元の百姓が、 偶然発見したとされる。発見者は、修士、騎兵という百姓で、神兵はそのことを中軍武行に提出した人物という説もある。一巨石の下に三石周囲して箱の形をした中に損したという。すなわち金印は単に土に渦漏れていたのではなく、巨石のもとに隠されていた。発見された金印は、軍武行を介して福岡藩へと渡り、呪学者、 亀井南明は、五漢書に、記述のある金印とは、これのことあると同定し、金印弁という鑑定書を表している。なお、糸島市の採石神社には、菅井安国王の金印が宝物として伝わっていたが、江戸時代に持ち出されたとの伝承、区伝がある。亀井南明は、福岡藩の新山の医であったが、藩主の遺言として、自身の藩公の設立を主張。 同じく藩ンで自身も金印儀を表した武田定量設立の犯行と対立しており、自ら権威づけのために動いたのではないかとの説がある。1931年昭和6年に金印が当時の国宝保存法に基づく国宝文化財保護法の重要文化財に相当に指定されたため、提出博物館員入多生さんが金銀を測定し、 総高7分4輪、中高4分2輪、陰台型7分6輪、重量28.9866問目の結果を得ている。1953年、昭和28年5月20日、戦後初めて金印の測定が、岡部長尚、最後の岸和田藩主岡部長職の八代によって、試みられた。質量 108.7g、体積 6cc、 比重約1 8点1貴金属合金の割合を、銀3分、銅7分を常とする伝統的事実からして 22.4K と算定した。1966年、昭和41年に、通商産業省工業技術院計量研究所、現独立行政法人産業技術総合研究所で、精密測定された。 インメ一辺の平均二点三四七センチメートル、中、中、つまみを除く。インダの高さ平均零点八八七センチメートル、総高二点二三六センチメートル、重さ百八点七二九グラム、体積六点零六二イン五センチメートル。紐は、体をもじりながら前進する。ヘビが頭を、持ち上げて振り返る形に作られた紐である。 円筒状の工具を押して刻んだ7工文で飾られている。蛇紐は、漢の陰性とは合致しないが、現在確認されている印を眺めると、全漢初めから、新来までで26例知られ、全漢初期に集中しているものの、五漢以後でも13例知られている。ラクダ紐が北方諸民族に与えられるのに対し、蛇紐は南方諸民族に与えられた可能性が高い。日本は、 中国の東に位置し矛盾するように見えるが、この頃の中国は和を南方の民族と誤解していたためだと考えられる。辺の長さは五関大の一寸約2.304センチメートルに相当する。1994年、平成6年の傾向 X 線分析によると、金95.1%銀4.5%、近 同0.5%、その他不純物として水銀などが含まれ、中国産の金と推定される。現在使用されている印鑑とは違って中央が少しくぼんだ形状になっているとして、これを風泥用の印であるとする人もあるが、一世紀の和国内に木管にしろ書管にしろ風で閉じて、通信するための県司令伝達機構や風をして、 読まれることを避けなければならないほどの識字率と、広範な文字文化がすでにあったと唱える研究者は、現在のところない、金印と同時代に中国から可視されたとされる鏡屋の地の律令国家で、正当な権力であることを保証し見せる疫礼のような、これを持っていること、見せることがすなわち、権力の証であるようであったと推察されることもある。反対に、 五官との正式な文書外交の展開を想定し、向上的な外交交渉を円滑に行うため、外信といえども、官の役人として、印の使用を求められたとする意見もある。陰門は、陰国印象、文字が白く出る、逆さぼりで、産業に分けて、天書で、官、開業威圧、開業国王と国されている。陰門の解釈は、文字と開業に着目して諸説ある。 この金印は、湿度状態、塗装、関連異物の有無など、が不明であるため、それが実際に一世紀に制作されて一世紀に、滋賀の島に持って来られて1600年間滋賀の島の、市中から動かなかったかどうかの件ができないものであり、あくまでも、五漢書、所、巻85列伝、関75等遺伝の、山和八国、和国、三つ岳市委の記述にある印員であると認識する。 ことが文化財としての価値を決定しているのである。よって、いずれの説も、この五漢書の記述を、肯定的にしろ、否定的にしろ念頭においてその文字やその国の指す、範囲を検討するものである。漢民族は国名、やつ漢語と、漢、国名、いやつ漢名という概念はずっと議論されているものである。いわゆる大日本帝国時代に広められた。 万世一系単一民族間とも関連し、民族と国とどちらの方がより大きなカテゴリなのかというイデオロギー論争を含むものである。江戸時代までは国といえば日本列島全体、天の下というより各藩の範囲を意味したことを考える。近代以前には国より民族の方が大きなカテゴリとしてあったと見る方が自然であるし、その逆に天の下、日本列島全体には 民族という概念がなかったとも言える。ただし、中国史では、王朝と民族は、密接に結びついた概念である。とはいえ、イデオロギー論争はそうであっても、中国の古代の印象の中に、民族名国名の構造を持つ、印象実例を一つも見出し得ないことは、通説、異の、な国説の克服すべき難点であるとされている。なお、 三宅は、いやつイコールイ特に説を否定するにあたって、いは、和行の意、いは、あ行の意であり、両音の区別を明らかにしないならば言語はほとんど通じないと述べている。これは、現代日本語では、いやつと、いとはどちらも、いとと発音するが、明治以前の日本語の発音では、いやつと、いとは発音は同じではないので置き換えが可能であった、はずがないというものである。 九州王朝説では、皇帝が作法国の王に与えた金印に、菅の丸の丸の国王のような三重にも就職した、例がない、金印は陪身に与えるものでないこと及び、行為の印であることから、この金印は、威圧国王イコール、和国王に与えられたものである。菅の陰性度及び、金印の役割から、通説のように金印を、博多安程度の領域しか有しない小国が授かる。 ことはい。ひみこが賜わったとされる金印も、親木和王であり、和王に対して可視されたものである。簡易圧国王印も、親木和王印も、和国の国字として扱われ、漢王朝が続いている間は、簡易圧国王印が、義王朝が続いている間は、親木和王印が使われ続けたと考えている。和とやつの発音は、東道秋安編、学研漢は大辞典。 学習研究者によるととされる。ただしこれは、現代の中国語の方言と、同様、中国の国土全体が、古来単一音であったということを意味しないので、近印の陰門の読み音についても、漢語の方言論の視点から再考すべきことが、提唱されている。三宅の当時の音はあっても、道とはなかったとする漢語単一論に対し、漢語方言論に基づく、 地域を違えての土音との音、名音との同時並存説がある。久米正夫は、前漢の要友が表した、方言や、漢女祭儀伝に登場する、南下武徒国へはかつ旧された、印象、新南下武徒基君印に注目し、漢代には、上古北方漢音系の、土と、上古南方語音系の、な、の並存したとする説を提唱している。中国の言語学者である、 李弘志号も、要有、方言とも方言地理学研究、派職書、社、2003年の中で、漢情地理士の、音声不動、説問会寺、信の、言語異性、経典釈文の、諏訪エナ誠意、南北五古と、方言差別、形不動、河北高南、埼玉岡井など、飲酒以来の方言の実在性に着目し、果たす進む方言区から、 五越方言句まで十二の方言句について小説しており、句目と同様、禁印問題を考えるのに方言論的視座が不可欠であることを示唆している。アメリカのワシントンは、花生富、中国の北京はピーキングと綴られる。これは単に英語とピーン,ンの表記の問題であって、ピーン,ン自体が新しい。ピーン,ンとは中国語をローマ字表記にしたもの。 河神壇やベイジングのこと。英語とピンインはどちらもアルファベット文字であるがそのアルファベットの示す発音は英とピンインでその発音約束が異なるのである。発音約束が異なるゆえに英語の和と中国語の不和が置き換えのきく同じ発音という認識になるのである。現代日本語ではいともいともその表記は違っていても同じように発音するのと似ている。 しかし、英語で不和と書いたら、英語の和とは異なる発音であるように、古語の糸と書いたら、古語の糸は異なる発音であるということもできる。五漢書、巻十五列伝、七十五等遺伝二という記述があり、五漢の光部定が、県務中元二年、五十七年に、那国からの長賀子へ、作法の印として賜った印がこれに相当すると、される。 中国寛代の制度では、作法された、周辺諸国の内で王号を持つ者、外信に対しては、内つおみである、諸公王が授けられるよりも一段低い金の印が、授けられた、詳しくは、印樹の公を参照。1955年、昭和30年により、発掘調査が始まった中華、人民共和国雲南省、進むね県の関西山遺跡。 石祭山古母軍遺跡からは50基の土工墓や、青銅器を主とする副葬品4000点余りが出土た。このうち1956年、昭和31年の第二次発掘で六工墓より、天王の印と書かれた金印などが発掘されており、古代の国家天王の印とされている。またこの金印出土により、この古墳軍が古代天国の国を及び、 王族の墓地、一歳三天国王族墓であることが判明した。天王の印の外径は、陰面一辺2.4センチメートルの方形。上面の中は、蛇中である。陰門は、陰国、天王の印の四字二行。その寸法の形式から、明らかに簡陰であり、四季西南恵比寿列伝の、武帝が、元宝二年、紀元前109年に、天王へ、 王位を可視したという記事に対応する。西島貞夫はこの王の印と日本の福岡で出土したカニー・アツコク王位が形式的に同一であることを指摘しており、両院ともに蛇中であり、その年代は紀元前109年と57年というおよそ166年の隔たりが、あがともに外民族の王が漢王朝に作法を受けた印であったとしている。 1981年、昭和56年、中華人民共和国治安水省陽州市街の幹線2号分で、広陵王子の金印が出土した。それは、永平元年58年に、三岳帝の大旧市で、広市両王だった龍井原に貸しれたものであり、事態が、官衣や安国王院と似通っていることなどから、二つの金印は、 同じ工房で作られた可能性が高いとされる。西島貞夫は、広史良治金印は、箱彫りで、官位八国王印は、野原ン彫りである子、東島の金印の樹色は、四呪であるのに対して、広史良治は、印でなく、字とあることからその樹色は、赤樹か、霊樹霊、緑色ではないかということを指摘した上で、蛍光 X 線分析による元素測定が待たれるとした。 これに対し高倉陽明は、官位八国王院と、広史両王子は共にやげんぼりとして、紐を飾る亀の甲羅の縁に、七個分の陰刻がある点が共通し、これらは二つの金印を制作した工房の一致を伺わせるとする。1936年、現ベトナムのタインホア賞、タットンで、新規偽装王との刻印のある金印が発見されている。 精神長との関係が推測されている。形式、発見の経緯に不自然な点があるとして、近世に偽造された蛮作であるとの説が、これまで幾度も唱えられてきた。考古学的に言えば、湿度がこれほどまでに不明確なものは、本来ならば資料して扱うのは困難である。それが資料として扱われてきたのは、ひとえに五感所の 印珠がこれであるという認識のみからに他ならない。また、印珠の形式が、漢の冷静に合わないという意見もあった。これに対しては、漢内といっても時代が異なるが、蛇中を持つ天皇の印の発見をもって、漢の冷静に合うとする意見もある。他、三浦雄のは、著書、金印偽造事件、菅威圧国王の幻において、などの点を根拠に、 亀井何南名らによる偽造説を唱えた。それに対し、高倉洋明和などを論拠に、江戸時代及びそれ以前においては、日本国内は元より中国であっても、知識と情報量が圧倒的に不足しており、偽作は不可能としている。また、安本美典は偽物に和ではなく、意を使用するのは不自然とする。また、同一工房で同時期に、広司王子と、 神山とやつ国王の金印が制作されたとしてを指摘する。さらに安本は、常実の高倉論文を踏まえて、これらの論拠から、金印は、摩耗が少なく使用された形跡がほとんどないなど、偽作説にやや有利な材料もあるものの、真印と考えた場合の不都合さと、銀と考えた場合の不都合さを比較すれば、現状真印である、可能性の方が高いとしている。 宮崎一貞は著書、謎の七しと、五世紀の東アジアと日本で、同僚の中村直勝から、金印の神物が二個存在することを聞かされたと、記している。工芸文化研究所理事長の鈴木つとむは、著書、漢井厚国王金印、誕生時空論で、ことを指摘し、同一時期の同一工房ではないとした。これにより、菅井厚国王金印と、広司領事は、 兄弟院ではないとし、公部低下施設の論拠が失われたとしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。